スティールディスアルバムはシステムオブはダウンの3枚目のアルバム。リック・ルービンとダロン・マラキアンによるプロデュース。2002年にレコーディングされ2002年11月26日にリリースされた。ビルボード200で15位。2002年の初頭にデモ段階のこのアルバムの MP3 がインターネット上に流出した。この音源はトキシシティ2とされ。 バンドの前作、トキシシティとの関連を示唆するものであった。バンドはこの事態に遺憾の意を表明した。トキシシティ2ではこのアルバムとは異なる曲タイトル、アレンジ、歌詞、ボーカルメロディが聞かれるが、ダロン・マラキアンによるバッキングボーカルは一切ついていない。このデモに収録されていたバージニティ、アウタースペースの2曲は最終的にボツとなり、 このデモには存在しなかった、ファック・ザ・システム、エゴ・ブレーン、ルーレットの3曲が、完成版には追加された。このアルバムを盗め、という意のアルバムタイトル、および手焼きの CDR を模した、カバーアートは、こうした事態を指すものであると同時に、アメリカの、反体制政治活動家ビー、ホフマンの、この本を盗めへのオマージュでもある。 ファック・ザ・システムは、同盟のホフマンの初期のエッセイについての曲である。シック・エヌ、スキュー・イン・ナー・ビジョン・バブルズ・ブーム、ヌ・ーガンズ・エディ・ディ・ミスター・ジャック・アイ・エ、e、ー・エイ、AIO36 ・ピクチャーズ・ハイウェイ・ソング、ファック・ザ・システム・エゴ・ブレーン・シータウェーブス・ルーレット、ストリームライン。ありがとうございます。